手つかずの大自然、豊かな文化が育まれている国、ニュージーランド。ニュージーランドは南北2つの主要な島と小さな島々からなる南太平洋の国で、日本とは季節が真逆です。世界遺産のマウントクックやクイーンズタウンからアクセス可能なミルフォードサウンド、満天の星空が楽しめるテカポコ、首都ウェリントンや大都市オークランドなど、さまざまな魅力があります。今回はそんな魅力あふれるニュージーランドの絶景スポットをご紹介いたします。ニュージーランド南島にあるニュージーランド最高峰の山で、3754メートルの高さを誇るマウントクック。先住民マオリ族の言葉で雲を突き抜ける山という意味があり、その名の通り空に向かって鋭く尖った山頂と白銀に輝く氷河が大変美しいです。ニュージーランドの自然を代表する氷河が形成した大自然を間近で体感することができ、麓や谷は緑豊かで、春には可憐な高山植物が国立公園を彩ります。クライストチャーチとクイーンズタウンの間に位置するテカポコ。テカポコは南十字星やマゼラン、天の川が夜空を彩り、宝石箱のような満天の星空が望める世界有数の星空鑑賞スポットです。また氷河が動く際に岩石から削り出すロックフラワーという小麦粉のような粒子が水に溶けているため、ミルクを溶かし込んだようなブルーの色をしているのも特徴的です。ニュージーランドの南島の南西部のフィヨルドランド国立公園に位置するフィヨルド、ミルフォードサウンド。入り江からそびえ立つ1000メートル級の山々や、海に向かって豪快に落下する滝など、その荘厳な景色は圧巻です。またこの地方には多くの人気トレッキングコースがあり、世界で最も美しい散歩道と言われるミルフォードトラックでは、豊かな原生林や澄み切った川、迫力満点の滝などの風景が楽しめます。ニュージーランド北島、ワイカト地方のテクイティの町から12キロメートル北西のところにある鍾乳洞、ワイトモ洞窟。ワイトモ洞窟の一番の見どころは、青白い光を放つ土ボタルによって生み出される幻想的な世界です。洞窟内を埋め尽くすほどのまばゆい光が天井一面に広がる光景は、まるで天の川が目の前に降りてきたよう、息を呑むような素晴らしい光景に魅了される観光客が後を絶ちません。ニュージーランド南島のクライストチャーチとダニーデンの間にあるモエラキボルダーズ。モエラキボルダーズとは、モエラキにある丸石という意味で、世界でも珍しいこの球体の石を見に多くの人が訪れます。直径1メートル以上、重さ約2トン以上あるこの球体は、約6500万年前にできた崩壊石の塊で、長い年月をかけ暴風雨や波の浸食によってこの形になったそうです。ニュージーランド南島でミルフォードサウンドへの玄関口となるクイーンズタウン。クイーンズは名前の通り女王にふさわしい美しい湖と風景が広がる避暑地やスキーリゾートとして有名な南島の南端にある小さな町で、旅行者、特にアウトドア好きの人が多く集まります。町自体の景色はもちろん、
世界遺産となっている国立公園へのアクセスもいいのもあって、美しい自然を目当てに世界中から人が訪ねてきています。マオリ語で間欠泉を意味するテプイアはニュージーランドの北島にある地熱地帯です。硫黄の匂いが立ち込める施設内では、高さ20メートルから25メートル、最大30メートルまで吹き上がる世界有数の間欠泉ポフツや、地面がポコポコと隆起しているように見える泥温泉などを観察できるほか、マオリ文化の展示やショーが楽しめる施設や、ニュージーランドの国鳥キウイの飼育展示も見られます。ニュージーランドの南島にあるサザンアルプス山脈からマッケンジー盆地に向かって、南や東に流れる氷河の中で最大のもので、ニュージーランド最長の氷河であるタスマン氷河、全長27キロメートル、最大幅は4キロメートル、氷河の厚みは最大600メートルを誇ります。ニュージーランドの北島にある山岳地帯を保護する目的で設定された国立公園、トンガリロ国立公園。トンガリロとはマオリ族の言葉で、冷たい南からの風という意味があり、活火山と死火山が混在した独特の生態系を持ち、山々が優れた自然の景観を織りなし、公園内には標高1968メートルのトンガリロ、標高2291メートルのナウルホエ、最も高い標高2797メートルのルアペフの3山が連なっています。火山活動による温泉やエメラルドブルーが印象的な火口湖など、特徴ある自然に恵まれています。ニュージーランド南島最大の都市、クライストチャーチ。クライストチャーチは別名ガーデンシティと呼ばれるほど緑豊かな街として知られています。英国統治時代にオックスフォード大学クライストチャーチ出身者が数多く移住したためにその名がついたと言われ、現在もイギリスよりイギリスらしいと言われる格調高い建築が残されています。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。